はい、どうもこんにちは。今日もですね、穴ぼこの中に入って一生懸命ディギングをやっていこうと思います。何かね、いいものが出れば最高なんですけど、前回はオリンピック日記が出てものすごくびっくりしましたね。今日もね、何かいいお宝が出るといいんですけれども、ちなみに今日はかなりの冷え込みだったんですけれども、で吐く息も真っ白になるんですが、自分すでに汗だくです。大量のね、土砂を取り除いて仕事してますから。仕事じゃねえや、何言ってんだ。大量の土砂を取り除いて、ディギングやってますからね。まあ遊びもこれぐらい本気でやるといい運動になるので、健康のね、維持に大変役に立ちます。ディギングというのはエクササイズの側面を持っている大変素晴らしいスポーツ。ん？スポーツ？スポーツじゃないな、ごめんなさい。遊びですね、趣味です。まあこういうね、こうでっかい石とかもね、結構運ぶわけですよ。であとね、ここにもほらこんなでっかいのあるでしょ。これね、ギリギリね、自分なんとか持ち上げられるんですけれども、まあ腰にくるんでやめた方がいいですね。まあこれをこう割ったり動かしたりとか、いろいろやってディギングをやっております。さて今日も何が出るかね、ちょっとやっていきましょう。ね、茶碗のかけらとこう土と一緒に引っ張り出してたら、まあ海苔瓶とそれから小さい瓶がね、2つ出てきました。これなんか染料瓶かと思ったら全然違うので、早速ね、洗ってみましょう。よいしょっと。まず海苔瓶から洗ってみましょう。ここはね、水場まで本当にね、遠いんですよ。だからなかなかね、大変なので、まとめてね、洗わないとダメです。めちゃくちゃいい運動になりますけれどもね。おう、あ、美しい。いやー、いい海苔瓶だな。幸先いいですね。今日もなんかいいもの出るといいんですけどね。海苔瓶が出るときって結構調子いいような気がするんですよ。はい、では今度はね、これ洗ってみましょう。ね、粘土質なんでひどいんですけれども、あら、これね、松染料の見たことないバージョンです、自分では。あ、これは嬉しいですね。いやー、いいわ、これ、綺麗にしたら最高じゃないでしょうかね。いいね、松染料の違いもの。では、今度はこれ、いってみましょう。多分ね、これは薬瓶だと思うんですかね。ジャバジャバジャバっとこう、綺麗に洗って。今日もあの水かなり冷たいです。あ、出ました、気泡たっぷり。これは歪みまくりのいい感じの小さい薬瓶ですね。この歪みたまりませんね。わびさびの世界です。あ、なんか今日もいいものが出るような気がしてきたね。よし、頑張るか。と今ですね、書いてる土からいいもんが出てきましたよ。路面電車日記ですね。それとこれは残念、ペロが割れている。で、あとこれはまた六角形のチビ日記ですね。ちょっとね、お腹がつっかえるのは狭いところでね、掘ってるから出てきた後しか画像を撮れないんですよね、今回ね。ちょっとね、編集の都合上、そこは、編集じゃないな、自分の体格の都合上と言った方がいいのか、申し訳ないんですけどね、早速このお宝3つも洗ってみましょう。ドキドキの路面電車日記洗ってみましょう。ニューとか入ってないといいんだけどな。よし、傷なし、いい感じの路面電車日記ですね。まあバス日記とか言ってもいいんですけど、バスが出たからにはね、またバスジュース出てほしいんですが、あんなものはまあそう簡単には出ませんからね。またね、なんかこう引き寄せてくれればいいんですけれども、それは難しいでしょうね。はい、何個あっても嬉しい六角チビ日記。いいですね。あんまりなんか曇りもなさそうでいいんじゃないでしょうか。で、あとは嬉しさ半分、ちょっとこう惜しい気持ち半分のペロペロ洗ってみましょう。割れてるペロペロとか洗うときは手気をつけてくださいね。結構ね、これで手を切っちゃう人いるんですよ。はい、残念。すでに持ってるタイプなのですが、割れないで出てきてほしいですね。今日引き寄せてくんないかな。まあどんどん行きましょう。しかしここ遠いわ。
で、腹ばいでね、掘ってるから結構大変ですよ。でもまあ、こういうものが出てくると楽しくなるね。はい、こんな感じです。行ってみましょう。ですね、今ね、インク瓶がね、転がってきたわけですよ。で、それをね、こう、なんとか引っ張り落としてたんですけど、そしたら、完品だと思いますよ、これ。どうなってんの？いやー、もうね、びっくりして言葉出ないっす。本当に。こんなのね、一生に一個も手に入んないからね。しかもそれが二個来ちゃったよ。なんかオリンピック日記を引いたんで、またあれですね、こう、おそらく運のね、ランクが一個上がったんだと思いますよ。で、あとはこちら。アラバスターの小さいクリーム瓶なんですが、残念ながらね、これちょっと欠けちゃってるんですよね。でもまあこの3つちょっと洗ってみましょう。順番を考えて、まずクリーム瓶からいってみます。アラバスターじゃなくて、ごめんなさい、乳白ガラスですね、これはね。惜しい。多分これはレートクレームとかの仲間の小さいやつだと思うんですけど、ちょっとねこれ見たことないタイプのデザインですね。で、みんな大好きインク瓶洗ってみます。ちょっとね、粘土質で取れないんですが、色いいです。あれ、これもしかしたらね、もしかしたらうっすら光ってくれるかもしれない。なんとなくだけどね、外れたらその時は笑ってほしいんですが、登録 M 丸善のインク瓶ですね。いい感じです。で、満を持してこれを洗ってみましょう。出てしまいました。乳なし、かけなし、完品のバスジュース2個目。どうなってんですかね、オリンピック日記に続いてね。これちょっとやばくないですかね。これ前回ね、バスジュース出たところと全然違うところですからね。やば、これは来てますね。これ、ちょっと待って、ちょっと待って、すごくないこれ。あー、参ったな。とにかくちょっと頑張って掘りましょう。これもすごいね、ほんとね。ごめん、ちょっとね、錆びたテストこうくっついた氷炭日記が出てきました。それから今度はこれね、かなり銀化してるけど、また3連氷炭日記です。もう何個か出てきたら洗ってみようと思います。あれからね、食紅瓶と、それからいつものね、薬瓶が出てきました。さっきの三連氷炭日記と合わせて、ちょっと洗ってみましょう。はい、では、三連氷炭日記。まず、綺麗な方からいってみましょう。うん。いいね。家計なし。面白いのはここにね、不純なガラスがくっついたままなんですよね。いい仕上がりだと思います。で、もう一つ、てっぺんがついてる方を洗いましょう。これはね、錆取り半年コースですね。まあ、じっくりやりますか。で、次は食紅瓶いきます。エンボスはあるけど、ちょっと読めないんだよな。マシー製だと思うんですけどね。ここに底面にもエンボスがあります。はい、それから今度は薬瓶を洗いましょう。
瓶底に大きい気泡がポツッとありますね。これはあのラベルを貼るタイプですけど、まあ何にしてもねこの状態で残ってくれてれば十分です。だいぶ日が落ちてきたんで、あとは片付けをしつつ、ちょっとねあの大きな瓶が出そうなスポットがあるんでね、あの掘ってるところに、そこをちょっと掘ってみましょう。はい、あれからなんですけど、大きい瓶のスポットね、結構大日本麦酒が出てきたんですよ。3、4本ぐらい出てきたのかな。割れてるのは1本ぐらいあったんですけど、とりあえずねもちろんあの大日本麦酒を持って帰るんですが、あとねおそらくこれ金銭サイダーだと思います。であとこれがねちょっとエンボス確認できないんですけど、同じような瓶ですよね。この後早速洗ってみましょう。日がね結構傾いてきたんで急ごうと思います。大日本行きます。大日本ビールはね本当にこう細かいバージョンがいろいろあって、まだ全容が把握しきれない感じなんですよね。でもねあのハケ掘るといっぱい出てくる大日本ビールも、おそらく時間が経てばねかなり貴重になってくると思います。これあのビールの歴史だとかね、ガラスの歴史を語ったりする上で、あと お酒の歴史を語る上でこう結構ね代表的なサンプルだと思うんですよ。だからねあのほんのちょっとした展示品としてはねすごく需要があると思います。あ、これはね気泡が多いタイプの大日本ビールの瓶ですね。よいしょっと、はい、大日本洗い終わりました。じゃあ次はこれ行ってみようか。なんかエンボスのない謎の瓶。これはね全くのノーエンボスなんですけれども、おそらくですが金銭サイダーとかね、あの辺のリターナブルで使われてた瓶じゃないかと思います。どうもなんかねあのこういうノーエンボスの瓶も当時流通したっぽいんですよね。では次は金銭サイダーの瓶を洗ってみましょう。よいしょ、はい、これいやいいね金銭サイダーね。このタイプ欲しかったんだけど全然なかったからね。あのこれよりもねちょっと新しい金銭サイダーの瓶は結構あったんですけど、このタイプはなかったので正直非常に嬉しいですね。でどうもなんかねあの今日この瓶が出てきたところ、まだなんか金銭サイダーとか出そうなんで、できればあの古い三ツ矢とかねちょっと変わり物の大きな瓶とか欲しいですね。まああのエンボス瓶はねパリジャンがあるから結構嬉しいんですけど、あ出ました出ました、金銭サイダーの瓶です。 OK ですね。ちょっとねあまり明るくないのでいまいちなんですけど、ちょっと動画のまとめはね明るい時間にまた撮らせていただこうかと思います。今日はねもう暗くなっちゃうんで片付けて撤収しますね。